BMW K75 は1985年から1996年まで生産された BMW 社製のオートバイである。1983年から販売された K100 の4、気筒エンジンから1気筒削減して3気筒とし、排気量も3、4の 740cc にしたオートバイ。それまで空冷水平対抗2気筒の R シリーズ一本槍できた。 BMW にとって新規格の K100 に続く水冷縦置きエンジンの K シリーズ第2弾。K シリーズは今日も販売されているが、K75 の販売終了以降、BMW は3気筒エンジン車を販売することはなかった。1999年3月24日、フランスとイタリアの国境に位置するモンブラン自動車トンネルにおいてイタリアに向かっていた、 食料運搬トラックの燃料が漏れて出火した。積み荷の小麦粉とマーガリンが燃焼し、爆発が発生し、事故現場付近ではトラック、乗用車等、計30数台に延焼、39名の死者と27名の負傷者を出した。この事故に巻き込まれ生還できたのは12名で、彼らはイタリア側から派遣された警備員。 ピエル・ルーチョ・ピナッツィ通称スパディーノにより救助された。彼はトンネルから出ることが困難な要救護者となった、事故に合わせたドライバーたちを、七7 5の鉱石に乗せ酸素マスクを装着させて、トンネル内を複数回往復を行い、救助を続けた。しかし彼は、彼が救おうとしたであろう13人目の要救護者と、共に、防火扉の中で亡くなり発見された。事故後、 イタリア側によって、同国側の入り口にモニュメントを混流したほか、彼は、イタリア政府の市民金賞を受けた。彼を記念して、モーターバイクラリー、クールマイユールのスパディの記念祭を、毎年開催している。彼の功績はもとより、火災の熱源付近は鮮度近い高温の悪条件に耐え、救護活動のため当時はすでに製造終了されていた、古い車体を酷示されても、 最後まで走り続け彼と別れるまで彼と共にした K75 及び BMW の信頼性が今なお欧州でも評価されている。ありがとうございます。